皆さんこんこにちは今日は日本のテレビ界の生きる伝説黒柳哲子さんについてお話しします91歳という驚異的な年齢でいまだに現役バリバリそんな徹子さんの近況と驚きの老後計画そして新たな挑戦が明らかになりました徹子さんといえばもちろん「徹子の部屋」なんと来年で放送50周年を迎えます。 同一司会者によるトーク番組の最多放送回数でギネス世界記録を更新中なんです日本でテレビ本放送が始まった1953年に芸能活動をスタートさせ70年の芸歴を誇る徹子さんテレビ出身の女優第1号として女優や司会など多彩な活動を続けてきましたしかし最近ちょっとした変化が実は番組の収録現場で ゲストとの会話がスムーズに進まないことが増えているそうなんです編集技術でカバーしているものの徐々に難しくなっているんだとか年齢を重ねれば当然の変化かもしれませんでもこれは決して悪いことばかりではないんですむしろ新たな可能性を秘めているかもしれないさてそんな徹子さんの驚きの老後計画なんと超高級老人ホームに興味を持っているそうなんですでも その理由が哲子さんらしいのですそして91歳にして新たな挑戦も42年ぶりの著書が大ヒットを記録し出版界でも話題沸騰中なんです今回はこうした哲子さんの近況や将来の展望などについてじっくりと掘り下げていきたいと思います哲子さんの生き方から私たちが学べることはたくさんありそうですぜひ最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです まずは徹子さんの近況から詳しく見ていきましょう2024年6月徹子さんが約1億円をパレスチナ自治区ガザに寄付したことが明らかになりましたこれは国連のデータ上に記録された情報を SNS ユーザーが発見したことで判明したんです大々的なアピールをせず静かに行動するユニセフ親善大使として長年活動してきた徹子さんらしい控えめながら大きな貢献です この行動に、ネット上では賞賛の声が集まりました。そして、出版界でも大きな話題を呼んでいます。42年ぶりの続編、続窓際のトットちゃんが大ヒット。なんと発売後すぐに50万部を突破し、2024年5月31日発表のオリコン上半期本ランキングのジャンル別タレント本で、 期間内15.3万部を売り上げ堂々の1位を獲得しました90歳10ヶ月での受賞は歴代最年長記録ですちなみに初版の窓際のトットちゃんは国内で800万部全世界で2500万部を突破した大ベストセラーその続編が42年の時を経て発表されまたしても大ヒットしたのですテ子さんはこの本について 俗窓際の「トットちゃん」は11歳から38歳までの私の成長物語ですとにかくいろいろと失敗してばかりなのでダメだなって笑ってもらえたら嬉しいですと語っていますそう徹子さんの魅力は輝かしい成功だけでなく等身大の姿を見せてくれるところにあるんですねさらに徹子さんはこうも付け加えていますトトトットちゃんがベストセラーになって、 続編を望む声もたくさんありましたが、私にとって巴学園で過ごした日々ほどキラキラと輝いている出来事はなかったので、あれ以上のものはもう書けないと思っていました。と、続編が出るまでのブランクがあった理由を明かしました。そして、今回はちょっと情けないことや恥ずかしいことも書いています。思い切って書いてみて良かったです。と心情を吐露しています。この本が評判になった理由の1つに文章が若い。 ということが挙げられています91歳とは思えないみずみずしい感性と読みやすさが高く評価されているのですしかし91歳という年齢を考えると鉄子さんの今後を心配する声も聞こえてきますある芸能プロ関係者によると鉄子の部屋の収録ではゲストに対しての聞き間違いが増えたり会話が続かなかったりすることが増えているそうです放送時には編集技術でカバーしていますが 日を追うごとととに難しくなっているとのこと以前は1日5本撮りだった番組も今は徹子さんの体力を考慮して3本撮りにゲスト選びも過去に出演経験がある人や徹子さんと共通の話題がある高齢者一人でどんどん話せる人を優先しているそうです若いゲストや初登場の人だと緊張して自分からは話せないこともあるためこうした配慮がなされているんですね。 来年で『徹子の部屋』は本人も目標としていた50周年を迎えますがいつ終了してもおかしくない状況でもあると言えるでしょう現在徹子さんが抱えているレギュラー番組は『徹子の部屋』のみとなっていますこうした変化に徹子さん自身も無関心ではいられないようです2016年にある月間市場でそういう準備は私にはできそうもないと就活に懐疑的な寄稿をしていた徹子さんですが 最近は自身の体調の変化を自覚してか老人ホームのパンフレットを集めるなど自身の将来に関心を示し始めているそうです特に注目しているのが今年港区にできる高層ビル内の高級老人ホーム日替わりで一流ホテルの食事が楽しめ大病院と連携した国内最高峰の施設だとかただし70歳で入居すると毎金2億円という超高額料金。 都内に多数の不動産を持つ資産家として知られる徹子さんですがさすがにこの金額は考え物かもしれませんでも徹子さんがこの施設に興味を持った理由はなんと成果の近くだからやっぱり徹子さんはお金や豪華さよりも思い出や愛着を大切にすする方なんですね。この選択に徹子さんらしさが垣間見えますところで、子さんは見込んながら、 報道では30歳年下の貢献人と講師を共にするなどいつでもリタイアできる状況にあるとされていますしかし2023年に行った有働由美子アナとの対談では「100歳くらいまでは仕事できると答えていました91歳を迎えた今も仕事も社会貢献も精力的に続けておられるようですさてここで冒頭の言葉に戻りましょう。 認知症になってもテレビに出続けてほしいこれは女性学の第一人者である上野千鶴子さんが2024年5月20日放送の鉄子の部屋で鉄子さんに投げかけた言葉です一見厳しい言葉に聞こえるかもしれませんでも実はこれとても重要なメッセージが込められているんです上野さんはお一人様の老後という概念を提唱した方 これまで「独居老人」と呼ばれ重苦しいイメージしかなかった存在に明るさと軽さを吹き込んだ立役者として知られていますその上野さんが徹子さんに「認知症になってもテレビに出続けてほしい」と言ったのはつまり「認知症になっても社会とつながり活躍し続けられる」そんな未来への希望を徹子さんに託したんじゃないでしょうか上野さんはどんな人にも認知症になる可能性があるとし 徹子さんにも「介護認定される日が来る」「認知症になる可能性がある」といった言葉を投げかけましたネット上では上野さんの言葉に毒を感じた人も多かったようですが「認知症になってもテレビに出続けてほしい」という要望には賛同者が多く「認知症になってもゲストと二人三脚で「徹子の部屋」を続けてほしいという声が数多く上がっています多様性が問われる今こそ ここの要望がが実現されることに期待が高ままっていますもちろんご本人のご意向が最優先されるべきですが徹子さんがこれまで歩んできた道のりを考えるときっと新しい形のテレビ出演の可能性を示してくれるのではないでしょうか91歳世界記録更新中そしてまだまだ新しい可能性を探る黒柳徹子さん彼女の生き方は私たち一人一人に 年齢に関係なく挑戦し続ける徹子の部屋で50年間数えきれないほどの人々と対話を重ねてきた徹子さんその経験は認知症になったとしてもきっと彼女の中に深く刻まれているはずですたとえ会話がスムーズでなくなったとしても徹子さんならではの温かさやゲストを思いやる気持ちは変わらないでしょうそしてそんな徹子さんの姿を見ることで 視聴者の中にある認知症への偏見や不安が少ししずつ和らいでいでくかもしれません認知症になっても自分らしく生きていけるそんなメッセージを徹子さんは体現してくれるかもしれないのですまた徹子さんの新刊「俗窓際のトットちゃん」の大ヒットは年齢に関係なく新しいことに挑戦する勇気の大切さを教えてくれています42年という長い年月を経て再び筆を取った徹子さん その行動力と創造性は、私たちにいくつになっても新しい一歩を踏み出せるという希望を与えてくれるのです。これからも、哲子さんの新たな挑戦から目が離せません。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。